終わりです。休憩終わりました。はいはいはい、じゃあ続いてのコーナー参りたいと思います。はい、もう一回ジュースください。ごめんなさい、もう一回。あ、そうしましょう。僕ジャスミン茶ください。私はガバジュースで。柿沼さんは、じゃあガバジュース。ガバジュースください。はい、ガバビアにすれば。ガバビア、あんのそんなの。何それ。ガバビアにしてください。そうこうやってすぐおすすめ聞いてくれると女子喜ぶから。あ、そうなんだ。やった、うん、恋愛指南みたいなのが入りましたけども。教えてもらいました。1個トリビア入った、ね。うん、続いてはですね、うん、このおしゃべりカルテットで、はい、メールアドレスを作って、そう、まあ、いらっしゃるお客さんから、うん、もう何でも送ってください、うん、もう人生相談でも最近起きたことでも何か質問あればっていうのを、はい、募集したところ結構集まりまして、結構来ました。こんだけ集まりまして、ありがとうございます。で、それに、それをちょっと読んでいこうかなと。で、4人でちょっと解決できるものはして、うん、まあ、多分だからここにいる人たちだと思うんですよ、こう送ってくれてるのは。そうです、基本的にはだから、うん、いると思うんでね、はい、できるだけ多く読みたいと思います。解決していきましょう。じゃあ早速参りましょう。はい、行っちゃいましょう。ペンネームミキッサさん。ミキッサ、年末年始に、うん、ルームシェア中の3人で旅行に行ったのですが、はい、最終日に私以外の2人が喧嘩してしまい、帰りも同じ家に別々で帰りました。うわ、そして今もギスギスが続いています。皆さんはそのような経験ありますか。結構バレなケースですけど、泣きの絵文字ね、顔文字。ありがとうございます。トンツカタンの人に似てる。あ、タスクだ。マッスル桜だじゃないですか。桜だ、マッスル桜だ。これか、はい、というわけなんですけども、はい、いや、ルームシェア、ルームシェア、ルームシェアしたことないな。別々に帰って、はい、今一緒に住んでないってこと。いや、住んでます。住んでは今いるけど、同じ家に別々で帰りました。あ、うわー、一緒には帰らず。え、ミキヒサはどっちの味方か、あ、とか書いてないのか。書いてない。あ、なるほどね。中立なんじゃない。そうだろうね、この文面的に。うん、うん、ミキヒサが一番辛いってことでしょ。中立のね、スイスのような男、ミキヒサ。中立国ね。非武装のね。どうなんだろう、うん、ちょっと面白いですけどね。あの喧嘩中、私もね、喧嘩好き。あ、違う違う違う。あ、違う違う、共感しないで。全然違ったわ。え、なんで。いや、違う。なんだてめえみたいな、うらーって喧嘩して、うん、もう知らねえっつって別々に帰って、うん、家同じってちょっと面白くないですか。まあそうね、いるんかいみたいな、うん、ゴールしとっていうね、うん、最悪じゃん、最後。何、私喧嘩好きなんだけど。確かに。違う違う、だからあの学校とかで先生がめっちゃ怒ってんのとか、うん、自分に怒られてると嫌だったけど、自分関係ないとかで先生めっちゃ怒ってると超楽しくなかった。あー、なるほど、ね、でもそれはもう笑いをこらえちゃうよね、うん、完全に無関係ちゃ無関係じゃん。でもだからもう家だからね、家にいるからね、うん、そのギスギスの二人が。なるほどね、うん、そうよ。でフワちゃんとかさ、うん、あの、え、なんかあった今。じゃあ、なるほどね。あとは誰か喋ってっていう名刺。そういう名刺は。あ、なるほど。そしたらフワちゃん来たからね。はいはいはい。フワちゃんとかさ、あれじゃない、なんかそれこそ修正とかさ、作家のね、 YouTube の作家やってくれてる。で、めちゃ家入り浸ってるでしょ、あの、うん、撮影してる部屋入り浸ってるね。で、もう一人ルームシェアしてる作家がもう一人いるじゃん、うんうん、気まずいとかないの。しかも怒られがちだし、すぐ、うんうん、だから文章の途中にグアバ挟むから。だからだからチューじゃないんだよ。確かに気まずい。でも、うん、何、自分巻き込んだやつだと気まずいけど、自分巻き込んでないと、うん、なんで喧嘩したのみたいな感じで、ちょっと近くても、ね、近い人でももう楽しみちゃう。そう、野獣馬、うん、まさにそう、本性で、本性でね、うん、あ、じゃあそれぐらいの気持ちでいれば、うん、ちょっと気は楽なのかな。じゃあミキシさんも楽しめってこと、この状況を楽しめよってことね。まあ、絶対笑い話にはできるから、ね、あ、確かに、確かに、そうだね、そうだよ、そうだよ、うん、ミキスターは悪いことしないんだろうな、多分、うん、いや、してない、ミキスターはしないよ。ミキスターしない。俺もしないと思う、ミキスターはな、うん、ミキスターしないよ。あ、アズマ以来じゃない、ミキスターって。久々にミキスターっていう名前、アズマミキスターさんね、うん、男前ですよ、絶対。でも、これあれですよ、ミキスターが言ったらその、うん、主語だから、主語というかこの主人公だから、うん、だいぶ主観混ぜてる可能性あるよ、その宮田かなえの小説みたいに、結局こいつが実は都合の悪いことはっていうね。ミキヒサが、あ、実はね、フワちゃん意外にも例えに港かなえだすんだっていう。知ってるか、文学少女、文学少女だからな。そういうの読んでますね。第2部第3部は別目線でいくんだ。あー、なるほどね。こいつが原因で喧嘩してる可能性あるも
もんね。ミキサのせいかもしれない、ね、気づいてないだけで、うん、いやミキサは悪くないよそういうやつが出てくるのよこれが騙されるの、うん、そうね、まあ、まあ、悪くないとして、うん、した場合まあちょっとそれもちょっと楽しんで俯瞰で見てもいいんじゃないっていうね。そうね、どうせ何年後かに思い出になるって考えて、そうね、余裕ね、もしやするぐらいが仲がいいですからね、っていう感じですかね。はいはい、ちょっと気まずいかもしれないですけどね、はい、ちょっと我慢していただいて、はい、はい、続いて、はい、名前なしか、フワちゃん、柿沼さん、森本さん、菅子さん、こんにちは、今日はおしゃべりカルテット2楽しみにしていま す, います。せっかく行くならメールしてみようと思い悩みを送っています、はい、毎月3泊4日くらい私の家に泊まる男がいるのですが3泊4日結構長い、毎月3泊4日え、今まで一切の甘いボディタッチを受けたことがありません。ほう、ガチのプロレス技は毎回かけられていますが、え、そこから先に進みません。何なんでしょうか。何なんでしょうかだな、まあ、ガチなプロレス、うん、その後何なんでしょうか。最悪。ああ私のやつか。え、でもってことは気があるんじゃない、この女の子の方は ね, うね、もうこの関係が1年続いているので、11月に告白し、うん、お互い好きだということになったのですが、それでも体の関係になりません。え、進展させるにはどうしたらいいでしょうか。信じられないみたいな、信じられない、意味わかんなくない。初のおしゃべりカルテットなので、ご相談内容の毛色が違っていたらすいません。いえいえ、そのまま東村明子先生とか峰那由加さんとかに転送しておいてくださいではそれは自分でせえ、うん、なんでこっちが流さないといけない。すごいですねこれ、何このメール、ね、本当に漫画みたいだもん ね, ね、プロレス技を前にかけられて告白したら両思いだったんだよね、うん、まずね。そうです、そうです、間違って一つも間違ってない、うん、変なことは言ってないですよ、うん、今は、ね、はいはい、合ってます。で、付き合ったってことなのかこれは。だからお互い好きってことは付き合ってんでしょ。それでも体の関係になりません、進展させるにはどうしたらいいですか。でもっと、なんだこれ、トンチだな、なんかトンチですね、本当に、うん、プロレス技なんだろう。まあ、技にもよるか。そう、技にもよるんだよな。だってまんじがためとかだからマジで痛いもんね、うん、いや、痛みというか全部痛いんですけど、プロレス技はね、うん、なんかそのめちゃくちゃこう触れ合うタイプの技なのか、うんうんうん、寝技みたいなとか、そっか、うん、腕ひしぎ逆十字固めみたいな、うん、本当に折りにいってる技なのか、うん、走ってきてぶつかるやつとかもあるもんね、ラリアットね、ラリアットね、うん、あれだったらマジ意味わかんない、少女漫画みたいに言うな走ってきてぶつかるやつってラリアット、ね、第1話みたいに言うな角でね、うん、添えるな角でね、じゃねえ。これ何、進展させるのよ、どうした、どうだ。でもそれ技かけてる時の状況によるね、うん、泣いてんのか笑ってんのかね、うん、まあでもずっとやってることは泣いてたら今すぐやめてほしいですけどね , 笑ってはいるんじゃないですか、ね、笑ってはいてほしいな。だからあれじゃん、そのかけられてる時のこの女の態度が悪いんじゃない、そのそう、何、思い通りじゃないんだレスラーとしての作法ってこと受け身ね、受け身大事とは言うけど、プロレスラーは受け身が悪すぎる、ね、違えんだよなってこと、男からしたらね、そう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 、違えんだよなっていう、もなどういうこと、進展させる受け身があるってこと、そうそう、進展させる、うん、受け身じゃなくて、うん、こいつは多分、うん、ガチであれだよ、いてててシュ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 ギッいや、それが普通でしょ、ガチの技かけられたらめちゃくちゃ痛いんだから。プロレスラーとしては立派な、どうすればいいのこれ。え、だからもうそうしたら、ちょっと待って、ちょっと待って、これもうやるじゃんとか言えば、なんですか、なんですか、そう、まあ、なるほど、そうなの、でも待って待って待って、これステップ1じゃんとか言えばあるかもしれない。当たってるかも、でもねえよそうかもしれない、それだわ、そうなん、こいつはもうこれプロレスをあれだよ、でも男性の限界がプロレス技なんじゃないですか。ああこっち側のちょっとシャイで、そうシャイでだからシャイがスキンシップしたいけど、毎月3泊4日止まんの3泊4日1年間だからチャレンジャーしてんのよたまたまサンドバッグみたいな荷物持ってんじゃないそいつ3泊4日だった場合だから限界なのよ多分。だそれこそひわちゃんが今やったやつやれば、うん、もしかしたらスッといくかもしれないけど、だ向こうから来るのを待つんじゃなくて、うん、こっちから仕掛けていくってことね、うんうんうん、一番の謎はなんでこの人のこと好きなんだろうね、この女の人ね。いやそれが恋っしょ好きになったことないくせに、それ言っちゃいかんしょ、それが恋、それが恋っ
それが濃いか。3泊4日くらい、私の家に泊まる。3泊4日ってもう連日ってこと、連泊ってこと、それとも週1とか。毎月ゴールデンウィークがあるんじゃない。そう、毎月3泊4日ですからね。3泊4日どういう職種なんだよ。だ、自分からってことね、女性からしたら。うん、そう、だからそれこそ峰なゆかの本とか読めばなんか書いてあんじゃないの、なんかそういう、まあちょっとコメディータッチだからね、こういうプロレス技がどうのみたいなエピソードもあるかもしれないからね。次は次はみたいな煽ってくってことでしょ、やられながら。あ、そうそうそう、煽ればいいのに、こいつがもうガチでプロレスと向き合っちゃった結果。いやでもそうかもしれない、マジでそうかもしれない。そうかもそうかも。そうノリのいい人だろうからね、この文面見ると。嫌われたくなくてさ、プロレス好きに合わせちゃって、ガチに向き合っちゃったんじゃない？そうかそうか。新技とか仕掛けちゃったりしてんじゃないの？なるほどね。受けた時にちょっと女性の顔を見せたりとか。え？今までは、どういうこと？痛い痛いとか言ってたけど、痛い痛い、たまに。っていうのを挟むんですよ。今の女性の顔なんですか？いやいやいや、だから女性じゃないからできないけど。女性の顔だったでしょ。何かに気づいたお前の顔じゃん。あ、そうだった。女性じゃないもんな。それを見せれば、こいつ、そうね、こいつ女性かってこうどっかで思わせればさ、プロレスからちょっと、うん、こう離れさす、うんうん、そうそうそう、ことをちょっとしてみてはいかがということですね。好きなんだもんね。そう、好きなんだからお互い、はい。じゃあ次行きましょう。変なカップル、ね、確かにね。いろんな形がありますね。じゃあ続いて、おしゃかる四天王の皆さん、こんにちは。あ、どうもどうも。これ A マッソの加納さんってぶち切れてる、こういうの。なんでなんでよ。なんでこのボケやがって、ほんまって言って切れる。怖いんだから。薄い理由言いやがって。先輩の名前出して。怒るよ。今日という日をすごく楽しみにしていました。そんな4人に相談です。私は23歳の女です。そして今まで男性と交際経験が全くありません。男性が苦手とかではなく、それなりに男友達はいるのですが、そういう経験がありません。親しい友人はそんなの全くマイナスじゃないよなどと言いますが、信じられません。あー、そうだ、信じるな、そんなやつ。恋愛経験が豊富なおしゃかるの皆さんはどう思われていますか？どういうモチベーションで生きていったらいいでしょうか？なるほどなるほど。教えてください。おしゃかるネームたぬきさん。はいはい。生きるモチベーション？ね、タヌキ、タヌキだったらなんかビジョンとかに化けてさ。リアルタヌキなわけじゃねえよ。どう打ったんだよ。こうやってタヌキが。どうメールアドレス解説したのこいつ。かわいい。そもそも、はい、タヌキさんね。なんだと思われてんだろうね、俺らもね。確かにそうですね。恋愛結構豊富って書いてありますけどね。そう見えてんのかな、本当に。バカにしてんじゃないの。バカにしてるだろうね。いやいや、そんなことない、そんなことない。そのグータンヌーボ的なね、要素もありますから、その台は。僕ら、はい、あります。結構するもんね、そういう話。そう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 。なんでしょうね。なんだっけ、で質問は何。どういうモチベ、フワちゃん、それフワちゃんじゃない、どういうモチベーションで生きていけばいいの。確かに。シャカルの皆さん、旅行とか行ったら楽しいんじゃない。気分転換に、気分転換に。そこでの出会いとかもあったりする。あるよね、あるあるある、絶対あるよ。だからその、あの、あれ言ってるんじゃない、その何、めっちゃスペインとか行ったらもうなんかさ、男、セクシーな男いっぱいいるんじゃない。ああ、なるほど、行ったことあるんだ。そうだよ、男友達いるから、その、周りに男はいるんだよね。そうですね。男とコミュニケーション取れないわけじゃないから。そうですね。外国行ったらフワちゃんみたいにね、確かにバンバン行けば。焦ってるってことなのかな。あー、なるほどね。焦ってんじゃないの。23でしょ、焦んじゃないの。我々はちょっともう焦るとかないじゃないですか。もう超えましたね。超えましたよね、その辺はね。え、僕らの境地。焦んない。あー、焦んないですよ。焦らないですよ。だって毎日一緒にいるんですから。焦らないですよ。焦んない。やば、怪しいわ、ここ。なんでここ怪しいの。全然焦ってない。だから焦んないんじゃない。お互いで現実逃避し合ってる。そうそうそう、こいつがいるからいいか、で、あっちもそうですね。足引っ張り合ってんだ。そうです、そうです。そういう人見つけてみては。あ、確かに。一緒に毎日配信する人。配信したら、うん、二人で。あ、でもだからそれが一人でいるから。そうそうそう、こう悩んじゃう。そう、確かに確かに。で、親しい友人、そんなの全くマイナスじゃないよって、多分この親しい友人は、今恋人がいたりとか、そうそうそう、人がいたりとか、余裕だから信じられない。そう。だからその上から言ってんだよね、自分は経験してるから、そう、確かに。そんな気にしなくていいよって言えるやつよ。だから、そうね、その親しい友人に、あ、じゃあ、ちょっと、あの、新しい人紹介しようかみたいなのを言ってほしいのかな、たぬきさんは。まあ、そうでしょう。で、
って思って聞いたら、そんなの全くマイナスじゃない、気にしないでよっていうか、クソッていう、お前いるじゃねえか、そうね、ってなっちゃってんじゃん、うん、だから同じ、ね、自分と同じ境遇の人を一人見つけて、そうですそうです、毎日足引っ張り合って、そうですそうです、そうそう、はい、お互い褒め合えばいいんじゃない、はい、そうそう、その通り、確かに、インスタライブやって、だってここすごいよ、もうそ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 う、だって楽屋でずっと褒めてんだもん、津田君が森本君のことね、面白い面白いってずっと言ってんだもん、やばいよこいつ調子いい俺今日何もしなくていいこいつ調子いい重ねんなとかずっと言ってるもんねおい死んじゃうよ笑いすぎてさ、体力なくなっちゃうからあんま学園の面白いのダメよこれからはちょっとやめとこう本当に気をつけた方がいい、そんな感じですかね、はい、そうだね、同じ境遇の仲間一人見つけて、ね、うん、見つけたら楽しいですからね、逆に、確かに、うんうん、はい、確かにそうね、うん、じゃあ続いていきましょう、はい、おしゃかるネームはるかさん、はい、開演ギリギリの時間に送ってごめんなさい、あ、開演ギリ、あ、そうだったんですね、はい、皆さんはフライドポテト細い派太い派どちらが好きですか、あ、私はケンタッキーやサブウェイのように太いポテトが好きです、あー、なるほどね、いや絶対細いだわ、わかる、僕もあの細いのなよなよの部分、あ、わかるすぎる、わかる、あ、わかりすぎる、細いです、マジマブ、マジマブ、わかりすぎる、タイガ細いのカリカリじゃなくて、俺細いのカリカリ、あ、カリカリあげちゃうもん、細いので、なよなよもらう、トレードして、トレードして最高のなよなよ食い続ける、本当に、じゃあちょっと冷めたぐらいがいいってことですか、でもない、うん、冷めちゃうとまずいよね、ポテトってね、まずいまずいね、あ、揚げたてでなよなよってあんまなくないですか、マックあるよね、マックある、マックある、たまにあるの、あるか、マジレアだけど、うん、ラッキー、あれは、あ、レアもんなんだ、あれレアもん、あれ最高、あ、でも私ね、あれなのよ実はね、うん、まあなよなよとは言いつつも、うん、あのカラオケのポテトが好き、あの、衣を味付いてる、あー、わかる、ちょっとサクッとしてる感じの、ちょっと焦げ茶色の衣がちょ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 ってついてて、そうそうそう、あの歌広のポテトが好き、あー、わかるわかる、なるほどなるほど、え、くるくるのやつ、あ、それも美味しい、でも同じ味の細い味のやつでしょ、あの味でしょ、そうね、え、これ違う違う、この味の話は違くないと思って細いか太いかだから、あー、なるほど、脱線脱線、病気病気、やめなさい一見ね、遅刻遅刻みたいに言うな、病気病気、病気病気じゃないんだよ、うん、めちゃくちゃ明るいからいいけど、あー、なるほど、じゃあ結構真っ二つに分かれるな、許すからな、真っ二つだね、じゃあこれは、あ、え、太い派、うん、細い細い細い派、聞いてなかったの？さっき俺と森本言った細い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 でもなよなえなえなよ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 しなしな絶対なよ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 、うん、でカリカリでしょ、カリカリ、カリカリ、うん、だから細いにも派閥があったっていうね、なるほどね、うん、え、でもめちゃくちゃ相性いいじゃん、だから、うん、ね、1対1だから、うん、もうトレードしちゃえば最高のポテトがね、俺らずっとなよなよあげますもん、そう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 、うん、でカリ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 もらいます、はい、そんな目的でマック行きたくないんですトレード目的でトレード目的で最高だ、みんなで行こう、確かにバランスいいですね、まあまあバランスはいいけどね、はい、はい、ということで次行きましょうね、はい、もう一回ガバジュースください、すいません、めちゃめちゃ飲むね、めっちゃ飲むじゃんやばいね、糖尿、え、またカレー食ってんの、楽屋でカレー食ってた、楽屋でカレー食ってた、また食ったの、あ、そっかそっかそっかあ、そういうことか、うん、びっくりした、その言い方もやめなさい来たからしょうがなくて、いやいや、嬉しい、そうです、続いて、あ、名前なし、大好きな人に急に連絡取れなくなり、え、音信不通、居場所すら分かりません本当最悪なんですけど本当のやつだ、え、すごい、さっきまマジの最悪、最も悪いと書いて最悪なそうだね、そんなことあるんだ、え、もう救いようないじゃんこれ、相談でもないもんね、うん、さっきまでポテトトレードの話してた急にマジだね、え、どうすればいいのこれ、いやでも音信不通って結構だね、結構っすね、急にでしょ、しかも居場所もわからないと、え、ちょっと怖いですね、事件とかの可能性もあるから、警察とかにもね、そうだ、俺らにメールしてる場合じゃないね、そうそうそう、居場所すら分かりません、確かに居場所すら分かりません、本当最悪なんですそりゃそうだろうな、わーとなるほど、え、どうすればいいの、どうすればいいの、まあ、探す、探す、そうですね、ツイッターでリツイートしてあげるから言ってあ、そうね、いや、マジでそうかもしれない、うん、うん、
ごめんね、その、すごいね、このおしゃべりカルテットの中に FBI 捜査官いないんで、あのマクモニーグルさんいたら投資できるんですけど、依頼されてちょっとできないんで、ごめんなさい、すみません、はい、でもあのできる限りのことはします、我々リツイートとか、うん、リツイートとか、リツイートしましょう、じゃあ、はい、リツイート頑張ります、すみません、リツイートします、はい、あとは警察にお任せして、はい、どうしようかな、はい、こんにちは、はじめまして、私です、誰、最近、彼氏と別れました。あら、私の友達と浮気してました。うわー、来た来た来た、えらいこっちゃ来た来た来た、楽しそうだな、こういうのこういうの楽しそうですねクリスマス前に別れてとても辛いです。でもクリスマスって一体何の日なんでしょうか。イエス・キリストの生誕祭とか言ってますが、実際は違う説が濃厚ですよね。日本人は宗教にこだわらないところがありますが、あれはキリスト教の行事ですよね。しかも本場ではクリスマスは家族と過ごすものですよね。日本人何やってるんですか。だったら2月15日もゴータマ・シダッタが入滅された法令をした方が良くないですか。ああ、なんで私はこんなにひねくれてるのでしょうか。だから彼氏に浮気されたんですか。親が育て方間違えたんですかね。はあ、責任転嫁良くないです。自己嫌悪自己嫌悪、さようなら、かわいそうな私を救ってください。面白かった、面白かったです、声も読んでるみたいだった、うん、今すぐなんかのコラムの連載持て、うん、確かに、うん、やば、すごいな、でもえぐいね、えぐい、このよくこんな文章書けたね、うん、いやめちゃくちゃハート強いし、めちゃくちゃ面白いし、うん、ね、なんかこっから物語が始まってく気がするね、ね、確かに、あー、こんなかわいそうな私を救ってくださーい、オープニング、オープニング、オープニング、ちゃちゃちゃ、走り回るやつね。始まるよ、あんたの物語は、すぐ、確かに。でもたくましいね、たくましいね、こんな文章書けないよ普通は。なんで分かったんかね、浮気、いや、なんか携帯見たりとかしたんじゃないですか。うわ、ちょっとその遭遇したとかね、下手したら、うわ、その場に、なるほどね、いや、これはちょっとメールな、さすがに、なんだっけ、なんで私はこんなにひねくれてるのでしょうか。確かに相談だよ。どれだろう、どれ、だ、要はでも、どれ、ほぼクリスマス、あのね、ハテナが多いの、クリスマスって一体何の日なんでしょうかから全部ハテナなんです、これ。何を答えればいいかっていうね、うん、どれにしようかね、うん、うん、かわいそうな私を救ってくださいか、あ、最後ね、あ、だからね、これ今日来て少しでも、はい、救われた気持ちになってくれればなって、ね、あ、来てんのかな、まあ、来てるでしょ、あんなに受けたらね挙手するか挙手するわけないだろ、しないか、ちょっと見たけど一応ね、うん、そうね、本当に自分でこの文章を読んで、自分でこの、あー、かわいそうな私を救ってくださいって言った後に、本当にこち亀のオープニングテーマを携帯でピッてかけれたら本当に元気で、こち亀なんだね、あなたのイメージではだいぶ連載長く続くんだね、これはずっとどしばっか踏むんだよ、これから、うん、りょうさんだ、りょうさんになっちゃうのね、そうね、うん、まあ、うん、どうですか、救ってくださいってありますけど、こういう経験はないよね、さすがにないな、ないですね、そんな壮絶なのはないな、うん、友達が浮気してるってな、ないですね、切なすぎ、だって2人大事な人を失うってことだもんね、そうね、いっぺんにね、最悪だ、え、これどっちに切れたらいいの、どっちに切れ、なんかさ、お、あのさ、女でさ、うん、あのこういうのあった時にさ、彼氏じゃなくてさ、女の方に切れる人いるじゃん、はいはい、うんうん、あ、いるわな、うん、それを私は、いや男の方に切れろやって思ってたんだけど、うん、自分の友達だからどうする、どっちに切れる、あー、なるほどね、まあ、その詳細を知りたいよね、確かに、うん、詳細知って、これの情報量だけじゃちょっと確かに分かんないもんね、なんかその遊んでただけかもしれない、意外と情報量少ねえんだよ、この分量、そう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 、長いけど、そうなのよ、ゴータマシだったとかいいんだよ別にそうなんだよ、ね、情報量少ねえ、情報量ね、私の友達と浮気してました以降全部いらねえんだよ、そうそうそう本来はね、うん、でもなんか切り替えたかな、うん、この
人はなんか切り替えてる臭い、まあ、そうでしょうね、うんうん、でもこれたくましいよね、このちょっと面白に変えてやろうっていう、それは素晴らしい、我々芸人はね、そのそれが根底にあるから、うん、ちょっと嫌なことが起きても、うん、これ喋れるかなとかいうのがあるからいいけど、ね、うん、さっきのルームシェアの人もこれぐらいね、そうね、書くぐらいの、そう、ね、この人を見習ってください友達2人が喧嘩してる程度でね落ち込んでる場じゃないですよ、うん、本当に、はい、はいはい、うん、この精神でねいてくれれば多分、はい、大丈夫でしょう、はい、次、チャーリーさん、チャーリー、はい、いつもフワちゃんの動画を楽しく最悪に見させてもらってる視聴者です、いつも元気をありがとう、そんなフワちゃんに質問です、うん、日本って周りを気にする風潮ありますよね、うん、フワちゃんはいい意味でそんなのお構いなしって感じなのですが、うん、そのメンタルはどうやって作れるのですか、なるほどね、あと第三者から何か良くないことを言われて落ち込んだりしますか、なるほどね、なるほど、責任分担したかったのに全部私に来たじゃん質問フワちゃんに来てくれ、ちゃんと声に出すんだね気まずい、どうしよう、フワちゃんに質問だからね全然それでもいいですから、確かに、ま、でもどう気にしたりします、周りからどう見られてるかとか、うん、例えばもうなんつうの、気にしてこれだったらやばいよね気にしてこれだったら、ね、いつからそんななの、でも本当に私ね、3歳の頃のビデオ見たの遡るね3歳く、3歳の頃にそのミュージカルフェスティバルっていうやつがあって、うん、幼稚園で、うん、でなんかそこでそのみんなで年少さんの頃にみんなでこうお遊戯みたいなやつして、はいはい、バイバーイって終わって幕がこう閉じてったの、うん、そうしたらそこの幕の隙間から私がこうやって出てきて、うん、ママチンチン、変わってない、やってたの、台無しじゃん、うん、3種類のカタカナで台無しじゃん、すごい、ママチッチ、うん、ママチッチ、すごい、マトチトンでめちゃくちゃ台無しする、すごい、やだよ、だからなんかそう3歳の頃から私はもうこれだから、なるほどね、だいぶ平気、でも3歳でそれはまだわかるんですよ、まあ3歳だから、そう、成長過程で我々ね、確かにこう周りを気にしだしたりするんですよ、うんうん、一瞬騙されるとこだった、そう、確かにそうです、僕らも3歳の時そんぐらいかもしれない、そうそうそう、僕らも3歳だったらね、3歳から今現在まではしょったから、こいつはしょった、その合間合間合間でそうなんなかったんで、うん、なんで、確かに、え、でもみんなそうじゃない、だって森本とかもこの間そのね、うんうん、大阪に一緒に行った時に、あ、はいはい、大阪着いてから私もテンション上がって、うんうん、うわ大阪ついてもうた、うん、あかん、うわエレベーターも右側やみたいな、ね、うん、エスカレーターね、エスカレーターね、はいはいはい、まあまあいいか、これぐらいはそれぐらいやめとこう、すまんすまんすまん、エスカレーターも右側やみたいな感じで言って、うんうん、なんかもうすごい関西弁で騒いだよな、うん、そしたら森本がそのあのね、ちょっと待ってね、カンペが字薄くて見えないですトークの途中で、トークの途中に、うん、あとどんぐらい、次ラスト、次ラストか、はい、あっという間のね、はいはい、なんか言って、うん、なんかそしたら森本がそのわざと私から離れたところに行って、うん、やめてくれやめてくれみたいな感じの雰囲気出したの、うん、だからあ普通の人はこんな恥ずかしいのかなとか思って、うん、追いかけて、うん、ちょっとひどいやんか逃げるなんてみたいな感じで言ったら、うん、あんまだこういうところで大きな声出すもんとちゃうで行くでどうぞくかいだから結局私だけじゃなくて、あんたもあんたもあんたも別に気にしてないのよ、人の目なんて実際ちょっと僕らも一緒にされた今僕らそんなエピソードなかったですよね、今森本は分かったけど、エピソードこそははしょったけどそうなんなんかあるだろうってことね、あでもみんなもそうってこと、一部ではどっかにはあるってこと、そういう一面は持ってるってこと、だってそう、私からしたらそれこそツイッターで、うん、何その彼、彼氏のこと大好き、ラブとか言ってる方が私からすると恥ずかしいのよ、なるほどなるほど、あなるほど、みんな平気でやってんじゃん、みんな平気でやんない人もいるかもしれないけど、そうね、あとその、なんだろう、なんかその親が借金あります、笑いとか言って笑い話してる人も、うん、一部の人からしたら恥ずかしいじゃん、なるほどね、だからみんななんかそれぞれだ、じゃんけんみたいで、私は大声っていうジャンルが恥ずかしくなくて、あなるほど、みんなはポエムっていうジャンルが恥ずかしくなくて、なるほどね、じゃんけんみたいに回ってるんじゃない、みんな恥ずかしさのじゃんけんしてんだ、そう、結構シン食ってない、すごいこと言ったいい話聞けたわ、ただ日本人の人はパーが多いだけで、そうそう、あなたはいろんなチョキ持ってるみたいなことでしょ、だからこの人も絶対そうでしょ、うん、なんか確かにそれはちょっと面白い結果かもしれない、旗から見たら恥ずかしいこと多分いっぱいしてるよと、うん、そうそうそう、多分ね、うん、でもそれでもあんた立派にやってんだから、これかっこいい、なるほど素晴らしい、素晴らしい、今のカリスマになれそう、いいじゃん
たまにね、一緒にいるとヤンキーのフワ出るんだよ。ヤンキーフワが。いいね、ヤンキースピード。あんたもいけるよ。次どれ行こうかな、ラストでしょ。ラストラスト。どうしよう。どうでしょう。これ挟んでもいいかなと思ったんだよね。七しのおこたさん。質問や相談ではないのですが、うん、このライブでみんなでベイビーちゃんと叫ぶ時間が欲しいです。こいつこそ恥ずかしいこと言ってるぞ。あ、これ、あ、これめっちゃ恥ずかしい。こいつが一番恥ずかしいぞ。うんうん、これグーの恥ずかしい。なんだよ。これはグーですね。これは恥ずかしい。世にも珍しいグー。グーの恥ずかしい。なんだよその時間と。いいけど別に。でもベイビーちゃんって一回言っちゃったらもうみんなもう使いまくっちゃう。一回言うじゃあみんなで、うん、せーので。せーので言いますか。じゃあ、あのフワちゃん、せーので、あの、指揮取って、それは。いくよ。はい。いっせーのーせ、ベイビーちゃん。満足か？こいつ満足か？これでしょ、でも、やりたかったことは。うん。やりたかった。これ以降、スッと出てくるってこと？みんな感染した。感染した？ベイビーちゃんに感染した。帰り道がじゃあ、ベイビーちゃん、ね。言っちゃうんだね。ベイビーちゃん。どうしようかな。これちょっとね、真面目な感じのやつなんで、読みたいなと思ってて。はい、こんばんは、大学生です。うん、自分は CG 業界、かっこゲームで働きたいのですが、現在大学で勉強していることとは全く関係ない分野になります。最近独学し始めたのですが、決して安定した道ではなく不安です。柿沼さんも映像独学とのことでしたが、うん、学生時代から生きていることや逆にこれをすると失敗するみたいのがあれば教えてください。後輩じゃん、ね、最後俺か、うんうん、でこれはちょっと読んどきたいなと思ってたんですけど、ちょっと貸して、うん、真面目なやつです、ね、ちゃんと答えよう、ちゃんと答えて、はい、自分は CG 業界で働きたいのです、うん、再度再度音読、うん、はい、うん、CG 業界で働きたい人は CG の専門班学校行くのが絶対ですね。絶対なぜかというと、でも言ってないでしょ映像の。あ、僕は CG 業界ではないんで。そうかそうか、そう、映像の中でも広いんですよ、すみませんね。そうか、で CG、3DCG っていうのは、はい、もう絶対に触ったことないと触れないんですよ。だから僕とかが今からゼロから覚えるの超大変なわけ、じゃあ絶対学んだ方がこれはいいんだ。だから本当にゼロから教える会社って多分そんなない。あー、なるほど。だからもう本当専門学校である程度触れるよねみたいな人を雇ってるから。そうかそうか、まず専門学校行くで、うん、まずね、独学したので、したんですけど、そんな難しいんだ独学。そう、あのね、CG はね、まあ、やってる人、俺師匠がね、うん、あのせがれいじりっていうゲーム作った秋元吉前さんっていう人が俺の師匠で、その人はもう CG の早々期の人なんですよ、うん、もう開拓者みたいな人で、その人は独学よ、そういう人はね、自分から作り出したって。そうだ、そういう人に聞くと、いや独学でできるっしょって言うの。なるほど、無理無理無理もう無理だから、あの言ってください。なるほど。ですが、うん、映像独学っていうことで言うと、うん、専門学校CG じゃなければ専門学校行く必要はないけど、うん、気になるなら行った方がいいと思う、うん、あのもう行った方がいいのかなと思ってるならもうすぐ行った方がいいと思う。なるほど。だフワちゃんもお笑いの専門学校行ったでしょ。行った養成所ね。すごいよね、はい、そんな行動、意外にも養成所、行動力あるじゃない。あ、だからやっぱ自分が気になってることはすぐ行動して、うん、確かに一応みんな学校は行ってるからね、お笑いの、うんうん、そうそうそう。でだからさ、あれよ、だからさだから俺に振ったから時間かかるよ。いいよ、あのね、いいよ、全然いいですよ。だから失敗、うん、やった結果さ、なんで美容師でもなんでもいいけどさ、はい、専門学校行った結果、うん、あ、向かなかったなとかあるじゃん、うんうん、とか、はいはい、意味なかったなっていうのが大事だと思うんですよ、どっちかっていうと。あの向かないやつはマジで向かないし、 それ早い段階で分かった方が絶対よくて。そうね、うん、ゼロで会社入ってなんか向いてるのかできないのか分かんない状態続くのはかわいそうじゃん。取り返しつかないですからね。そうそう、笑いでも何でもね、うん、そうね、もう踏ん切りつけるタイミング早い方がいいから、うんうんうん、もう気になってるならすぐ行って、あ、楽しかったら最高だし、うん、あ、ちげえわって早い段階で思えたら最高。そっか、うん、じゃあマイナスないんだ入っちゃえば。ない、絶対ない、うん、だから思ったことはすぐ行った方がいいと思う。なるほど。俺みたいに、あ、行っときゃよかったなとかずっと思っちゃうし。ああ、そうそう、え、今でも思ってんすね。思う思う思うんだ。でさ、あの武蔵美のさ、はい、通信入ったのよ。おいおいおい、入ったんだ結局。入ったけど一回も何もやってない、時間なさすぎて。お金捨てちゃったようなもんです。そうですね、はい、だからもう時間あるうちにね。そうそうそう、時間あるうちに
もう行くだけ行った方がいいです。なるほど、はい、素晴らしい答え、ありがとうございます、はい、うん、だいぶためになったんじゃないですか。これは、ね、これはマジのやつだからね。しかも楽しいしね、学校とかって。そうね、いろんな出会いがあるからね。そう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 、同期がいるってでかいですね。でかいですね、はい、うん、というわけでちょっとね、全部、読めなかったですけども、いろいろあって、ね、申し訳ございません、読めなかった方。というわけで以上、はい、いろいろメールのコーナーでした。ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。さあ、起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。